経済政策提案、高度経済成長をするには、高度経済成長を遂げた国々は、通常、次のような方法で経済を成長させました。1、開放的経済政策、高度経済成長を遂げた国々は、自由貿易と外国人投資を積極的に誘致する開放的な経済政策を推進しましたこれにより、輸出と外国人投資が増加し、経済成長を図りました。 二、産業集中、高度経済成長を遂げた国々は、産業集中によって経済成長を遂げました産業集中とは、高負荷価値産業分野への投資と研究開発を積極的に推進することです。三、高負荷価値産業の発展、高度経済成長を遂げた国々は、 高負荷価値産業分野に対する研究開発及び投資を積極的に推進しましたこれを通じて高負荷価値産業分野で世界的な競争力を備え、経済成長を成し遂げました。4. 国際化。高度経済成長を遂げた国々は、国際化を追求し、世界的な競争力を備えています国際化は世界市場で競争力を維持し、外国人投資と輸出を増大させて経済成長を遂げることです。 ごく革新と技術、高度経済成長を遂げた国々は、革新と技術開発に積極的に投資しましたこれを通じて経済的な価値創出とともに新しい産業分野を開拓し、経済成長を成し遂げました。これらの方法は国別の状況によって異なる場合があり、成功を収めるためには持続的な努力と投資が必要です。高度経済成長を遂げた国はいくつかありますが、 その中で代表的ないくつかをご紹介します。日本。日本は二度の大規模戦争と大災害にもかかわらず、資源が不足している状況でも、革新的な技術発展と高い生産性、世界的なブランドパワーなどをもとに経済成長を遂げた国です日本は電子、自動車、機械など様々な産業分野で世界最強の企業を輩出しており、持続的な革新と技術開発を推進し、 経済成長を続けています大韓民国。大韓民国は1950年代の韓国戦争以後、国家再建のための産業化政策を推進し、自動車、半導体、IT など高付加価値産業分野で世界最強の企業を輩出し、経済成長を成し遂げた国ですまた、大韓民国は革新的な研究開発及び産業革命を促進する政策を推進し、新しい成長エンジンを作っています。